right, I'm ready. I can fight them all, boy. The time has come, the bell is rung. No weekend here, you know that I'm a star. Alright, I'm ready. Sweating tears. For a fight when it's on, it's on. Yeah, yeah. I'm charging like a bull when it's on, it's on. Let us begin. This will be a good fight. Round one. Fight. Hadouken! 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 Hadouken!
標どう覆す。まずはステージ選択、選ぶのはさあ、この戦いを飾るにふさわしいキャラとして誰を選ぶか。さあ、シャッターが開いて戦いの場へ。なんとミラーマッチ、互いにやりにくいが負けたくない。さあ、ファーストラウンド注目していきましょう。あまり様子を見るか。さあ、試合の序盤どう崩していくか。まだまだ十分時間はある。どうやって試合を作っていくか。さあ、一気に壁際に連れ込んだ。ラインを押していくことで有利な状況を作っていく。位置入れ替え、今度はこっちのターンか。壁際は拒否する。プレッシャーをかけつつも体力差はある。レイヤー1、体力状況は厳しいが、ドライブゲージの運用次第はまだチャンスある。最後の選択肢プレイヤー2、先に1本持ち取った。この勢いのまま行きたいところ。やる気満々の開幕タワー。さあ、カウンターが決まる。これは痛いダメージ。ドライブして攻め継続を選択。ここで新破衝撃、SD レベル2を選択。プレイヤー2、丁寧に優位を継続している。ダウンから中足がヒット。投げて、どうか欲望の大根炸裂。ガーンとしている。プレイヤー1、KO。 プレイヤー2、同キャラ戦をくぐり抜けた。ここは再戦になった。容赦、まだまだやる気は十分な様子。さあ、コンボはきっちり。プレイヤー2、相手を壁に押し付ける。壁際を継続することでダメージのチャンスは上がる。さあ、差し合いの距離、ドット単位の見切りができるか。この距離は飛び道具を使う。飛び道具はリスクは高いが、取られなければ最強の地上技となる。飛びが刺さる。さあ、タワーさばいて仕切り直す。絶妙のコンボ、まさか誘導していたのか。飛んでいる、掴んできた。お互い危ない。さあ、近距離のせめぎ合い、そして理由は通さない。プレイヤー2、ラウンド選手、この精神的優位を生かせるか。ラウンド2ファイト。体力を先行して展開を作れるか。どうにでもない状況、お互いどう展開を作るか。プレイヤー2、ここでの押し引きが重要。チャンスでもあるが、入れ替えられたら攻守が変わるので注意が必要だ。ここで SA、 試合を動かしに行く。倒しきりの SA、 状況がバッチリ。難しい勝負を制してみせた。ここは再戦になった。両者まだまだやる気は十分の様子。弾で状況に変化をつけるか。ジャンプ攻撃への警戒は十分。体力が減らず、まだまだ試合はこれからといったところか。どこからダメージを与えていくか。アリアナはどこにある。試合の距離、ドット単位の見切りができるか。ドライブパリを使って打撃を受け止める。自らが飛んで空中迎撃した。ここから試合は急だって。緊張が動いた。プレイヤー2、先に1本もぎ取った。この勢いのまま行きたいところ。やる気満々、受け止めながらバイオスで攻めていく。
ますか。さあここから、さあ順調、この飛びを見えている、中断立っている、さあここはドライビングとはマッチカウンターを起こしている、ここ一番の一撃が貫く、気持ちを乗せた金昇龍拳がヒットする、ヘリスリだ、ハリスと共に一歩をかけフィニッシュ、レイヤー2同キャラ戦をくぐり抜けた、まずはステージを決めていきます。さあお互いの持ちキャラを選んでいく、お互いキャラクターを決めて対戦に移ります。これはくしくも同じキャラを選択、負けられない戦いとなった。さあ開幕、両者はどう動くか、玉で様子を見るか、体力は減らず、まだまだ試合はこれからといったところか。プレイヤー2、相手を壁に押し付ける、さあ大きなコンボで一気にダメージを与える、勝負をかけに来た、飛びは通さない、プレイヤー2、画面端を維持することでダメージは蓄積していく、ここは飛び道具での攻撃で圧力をかけていく、距離は十分、両者どこから仕掛けるか、掴んできた、壁際での球打ち、手にプレッシャーをかけていく、体力差はある、届いた、プレイヤー2先に1本もぎ取った、この勢いのまま行きたいところ、中足を見せて、抜け目なくコンボを叩き込む、さあ逃げ場はなくなった、どう仕掛ける、画面端の状況を継続することで大きなチャンスも訪れる、慣れて一息つけるか、 SA ゲージが両者にはある、どこを受け止めながら、新昇龍拳を使っている、この一撃でかけてきた、何を狙っている、飛びはバレバレ、今すぐワンチャンス作ってねじ込むことはできるか、上からの攻撃はガードでしのぐ、中足がヒット、誰の前で飛んでんだ、プレイヤー2同キャラ戦をくぐり抜けた、このままでは終われない、再戦を選択、次はどんな展開となるか、プレイヤー2先に体力リードしていく、このアドバンテージを生かせるか、プレイヤー2、画面端のいい状況を作った、仕切り直す、なんとかして触りに行きたいが、まあ移動が絶妙、そして KO、 プレイヤー2、ラウンド選手、この精神的優位を生かせるか、ラウンド2ファイト、カウンターが入る、このラウンドが勝負となるか、プレイヤー2、ジャック受け止めながら、ダイゴスが突き刺さる、ここで新反衝撃、 SA レベル2を選択、プレイヤー2、ここでの押し引きが重要、うまく投げていった、食うか、スライダー抜けている、ここはドライブインパクトで倒しきった、プレイヤー2、難しい勝負を制してみせた、次はどんな試合展開になるのか、どんなドラマが生まれるのか、ここは飛びの胸先生、プレイヤー2まず呼吸を置き去りにする、飛びが刺さる、ここで一気に壁まで持ち込んだ、手を出し合った両者、ここからどう動く、長い下段が来る、
さあ弾をさばいてガードする。掴んできた。こちらもあとワンタッチで欲しいところか。ここは飛び道具で牽制。壁際の弾打ち飛ばせるためか。当てに行くか。ここでバーンアウト。倒しきる。プレイヤー2先に1本もぎ取った。この勢いのまま行きたいところ。ファイト。早く打っていく。ここから何が起きる。次のラウンドが始まる。前に出る。試合は始まったばかり。ドライバーで前に出る。一気に前を詰めてきた。プレイヤー1ここでの押し引きが重要。うまく投げていった。確実にダメージを与えていく。地上の間合い戦は技の特化。ジャンプをどう意識させるか。絶妙な距離。飛び道具が生きる。いい距離での弾打ち。ここで SA 試合を動かしに行く。 SA での倒し切りになるか。微妙なところに一体届いた。体力ゲージ管理完璧。プレイヤー2難しい勝負を制してみせた。